お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、立て続けにですね、デニムジャケット、デニムシャツ、何かしらなんかデニム類を動画でですね、上げたと思うんですけども、今回はですね、デニムシャツ、何回かデニムシャツ、確か動画上げてると思うんですけども、で、その中でですね、一応ね、取り出してきた分をですね、またですね、こうやって置いてるんですけどもね、置いてるんですけども、で、一回紹介したものもございますが、それがですね、こちらですね、ウエハースさんのデニムシャツなんですよね。デニムシャツですね。こちらはですね、実はですね、もう大変気に入っておりまして、で、生地感もね、かなりごついんですよ。リーバイスの、まあ、復刻したあのレプリカなんですけども、ウエハースさんが出たものなんですけども、こちらも一緒ですね。実はですね、同じものを2つ持ってございます。で、まあ、ローテーションを組んでですね、楽しんで使ってるんですけども、ね、素晴らしいでしょう。作りがね、これ、ウエハースさんの、デニムシャツに関しては、こちらはですね、かなり古いです。私がですね、本当、そうですね、まだ20代だった頃だったと思うんですけども、買ったものなんですけども、本当、生地感、ものすごい分厚いです。で、分厚くてですね、襟元も立たしましてですね、本当にね、ものすごい音数がございまして、で、生地感ごついでしょ？で、シルエットはね、太いんですけどもね、で、別に、着込むに関してはですね、十分使えるんですよ。うん。十分使える。ま、ウエスタンシャツも呼ぶんですかね。おそらく長いです。長いので、着衣が長いので、おそらくウエスタンシャツなんですけどもね。多分おそらくそうですね。こういったところがステッチとかなんですね。おそらくそうでしょう。で、もうこちら大変気に入っておりますので、もう、若い時にね、ちょっとね、1回か2回来ただけだったんですけども、もうここ数年、このウエハースさんの、デニムシャツはですね、よく使っておりますね。ここも数年は、ほぼですね、ウエハースさんのデニムウエスタンシャツですから。デニムシャツですか。そういったものを使ってるんですけども。で、ちょっとね、この2つあるじゃないですか。こっちとこっちあるんですよね。2つあるじゃないですか。ちょっとね、出てきたんですよ。まだまだあるんですけども、ちょっとね、紹介できるものをですね、ちょっと新しくまた私物紹介といたしまして、そうですね。引っ張り出してきたんですよね。デニムシャツを。こちらなんですけども、多分ね、おそらくね、どちらも旧マッコイ。旧マッコイです。まあ、ジョーマッコイなんですけども、こちらですかね。ジョーマッコイ。これはおそらくね、S サイズの表記だと思いますね。うん。ね、このちょっとタグ、ちょっとよく見ておいてくださいよ。で、もう一個。もう一つのデニムシャツですね。ね。ね。ジョーマッコイ。こちらは多分 M サイズだと思うんですけども、そうですね。面白いでしょう。どちらが旧マッコイズだったか忘れましたが、多分どちらも旧マッコイズだったと思っております。そうなんですよ。ジョーマッコイなんですけども、今現在、まあ、もうずっとね、復刻して、復刻っていう形で言いましょうか。また復活してるんですけども、私がですね、買いに行った時にはですね、まだその、ザ・リアル・マッコイズがですね、まだ
セレクトショップができてない頃だったんですよ。まだね、まだセレクトショップができてない頃でですね、まあ、わかる方はわかると思うんですけども、多分と関東の方にはあったんですかね。で、私が買ったところはですね、ナイロン。ナイロンさんのとこで、ナイロンっていう名前のお店のところですね。もう有名なとこなんですけども、今は兵庫県に行ってるのかな、ちょっとわかんないですけどね。で、まあそこでね、もうかなり昔ですよ。おそらくね、あのバンソンのレザージャケットを買った時にですね、そこもね、ナイロンで買ったんですよ。うん、バンソンのレザージャケット。だからその当時ですか、10代後半ですか、にバンソンのレザージャケットを17か18歳の時ですかね、シングルレザージャケットの動画上げたじゃないですか。あれも当時12万8000円で、セールで9万8000円ぐらいかな、9万5000円かな。そこで買ったんですけどね。いっぱい置いてあったんですけどね。で、その中でですね、ジョー・マッコイのあのブーツカットも買ったでしょ、あのジーンズも紹介したでしょ。で、その時に店員さんに言われたんですよ。ジョー・マッコイは倒産しましたと言われたんですよ。で、かなりレアですよっていうことでですね、まあ、倒産って言い方も、まあね、店員さんの言い方も多分おそらく悪いんでしょうけども、で、その後ですね、リアルマッコイズが出てきまして、で、まだジョー・マッコイが復活したわけなんですけども、こちらのね、モデルはね、ウエスタンデニムシャツですか？モデルはですね、旧マッコイズだと思うんですけどね、懐かしいでしょ。で、私はですね、そうですね、加工物に頼る癖がございまして、その当時のね、やっぱり生地感が違うんですよ。こっちごついでしょ。だウイハーさんもね、ものすごくごついんですよ、これ。デニムの厚みが。で、ちょっと新しくなってきますと、若干薄くなってくるんですよ。これどう、その点がね、多分こっちが旧マッコイズか、こちらがね、旧マッコイズか、だと思うんですけどもね。でもこれもね、見たことあるんですよね。でね、やっぱりですね、私はですね、本当にデニムシャツが大好きで、本当にね、愛してやまないぐらい、もうデニムに囲まれたい、もう寝てる時もデニムとして寝たいという気持ち。でも実際ですね、ジーンズを履きましてですね、寝たこともございます。色落ちをさせるために、革ジャンもそうですね、寝ながら革ジャンもね、柔らかくするために寝たりとかね、おりましたが、今はそんなことしないですよ。でも本当にそれぐらいしたい気持ちなんですけどもね、面白いでしょ、ね、ボタン違いますね。こちら2つで、こちら1つでしょ、ね、まあ、年代、まあ、復刻の形を持ってですね、多分おそらくそういう形を取ったんでしょうけども、面白いです。デニムシャツは本当に面白いです。で、今回はですね、ちょっとウエハーさん のウエスタンデニムシャツと、ジョー・マッコイ のウエスタンデニムシャツを紹介したんですけども、もう眺めてるだけでね眺めてるだけで本当にね、もうなんて言ったんですかね、眺めてるだけでお酒のあてになると言いましょうか、クイッとね、行っちゃうんですよね。ずーっと見てると、ずーっとね、景色を見てるような形でですね、見ちゃうんですよね。まあそういったところがですね、やっぱりデニムシャツの魅力でもございますし、やっぱりデニムインディコと言えるもの、やはりですね、私は本当にデニム好きのデニムバカですが、
まあね、まあそれからですね、まあアメガジからかなり遠ざかってましたので、でもですねやっぱり持ってて正解なんですよ、使えるんですよね、うん、だからインナーとして、そうですね、冬のインナーとしてですね、今現在ですね使ってはおります。ちょっと話は長々となったんですけども、今回はですね、そうですね、ウェアハースさんのデニムシャツをね、新たにねもう一着追加した形でですね2着買いしてるということで、また紹介したのと、でジョーマッコイ、旧マッコイズだと思うんですけども、のウエスタンシャツの、2種類ですかをご紹介いたしました。でまたですね、お時間ございましたらまた私物紹介もしていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。それではですね、また気軽に見ていただけたら幸いなのと、あとはまたグッドボタン、バッドボタンも気軽にご自由に押してください。またよろしくお願い申し上げます。それではですね、今日も一日お疲れ様でした。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ね、もうずっと眺めたい気分ですよ。ずっとねデニムをね、本当にね眺めたいで、触るでしょ、この感触がたまらないんですよ。もう着たら、もう羽織っただけでですね、もう本当にね、もうなんて言ったらいいんですかね、幸せを感じますね。はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。